ニック・グリフィンは、イギリスの政治家。極右政党である、イギリス国民党党首で、現在は、欧州議会議員を務める。ケンブリッジ大学卒業。白人市場主義政党である、イギリス国民戦線では、ロベルト・フィオレと共に活動していたが、党との意見の相違などを理由に離党した後1995年に BNP に入党。 1999年より党首を務める。移民排斥を訴えることなどで勢力を拡大した BNP は2009年の欧州議会議員選挙では6%の得票数を確保し BNP はクリフィンタ1名が当選を果たした。同年10月 BBC テレビの討論番組クエスチョンタイムに出演したがこれに反対する約五百人が BBC の放送センター前で 抗議活動を行うほどであった。ホロコースト否定発言などで合計3度告訴され、このうち一つは有罪とされ、懲役9ヶ月の実刑を受けている。このため、反ユダヤ主義者と見られているが、近年は批判の矛先をイスラム教徒の移民に向けており、上記の BBC の討論番組では、イスラエル国防軍によるガザ攻撃を支持するなど、 イスラエルの生存権を認める発言をしている。なおグリフィンは30歳の時に事故で左目を失明し、現在は義眼をはめ込んでいる。ありがとうございます。